奥州街道のほぼ終着地点にある野辺地町は、津軽領と南部領との境でもありました。柴崎地区、国道4号線沿いにある半京塚は、江戸時代に津軽領と南部領との境界の目印として奥州街道沿いに築かれた塚です。塚の底面直径は約10メートル、高さは約5メートルで、南部と津軽にそれぞれ2基ずつ、合わせて4基あることから四つ森とも呼ばれています。築造時期は明らかではありませんが、両藩が幕府に提出した正保国絵図や元禄国絵図、あるいは正徳年間に幕府から下された境絵図には半京塚が描かれています。塚と塚の間を流れる二俣川が境目とされていましたが、山中の境界が曖昧で、たびたび論争が起こっていたと言われています。現在半京塚には板書風の建物と真門音盤書と書かれた木の門があります。隣には覚えと書かれた縦2枚の高札が建てられており、板書の取り締まりについて書かれています。領内から武具類や鉄製品、特産品などを手形なしで他へ持ち出すことを禁止し、違反者を捕らえた者は褒美を与えると書かれています。覚書の最後には盛岡藩の家老の名前が記されています。安京塚を進み、野辺地町の東側には愛宕公園があります。この公園には数々の文人に関わる石碑があり、野辺地町は俳句が盛んな地であったことがわかります。その中の一つに松尾芭蕉の俳句が書かれたものがあります。花盛り、山は日頃の朝ぼらけ、この句は承久5年に松尾芭蕉が桜の名所吉野山で詠んだものです。彼を尊敬する野辺地の俳人たちによって文政12年に愛宕山に建てられました。野辺地町は古くから南部と津軽の境として重要な町であったばかりではなく、独特の文化を育んだ地でもありました。